こんにちは、ケンです。今日はですね、このスーパーシックスエボのバーテープなんですけど、もう半年使ってるんですけど、結構汚れもついてきて、中性洗剤ではもう落ちないと。でかつ、まあ、こういった風に、まあ、バーテープがちょっとずれてきてしまってる状況。左側で言うと、まあ、こういう風に立てかけた時の傷だったりが結構ひどくて、もうそろそろ交換のタイミングかなって個人的には思ってるんですけど、交換前にちょっとやってみたいことがありまして、今これって 3T のエアロノバ、エアロカーボンハンドルなんですけど、あえて今ここまでエアロ形状のところまで、バーテープを巻いてもらってます。理由は単純で、バーテープがもったいないなと思ったのと、山とか登る時にもここに手を置きたいなっていう思いがあって、ここまで巻いてもらいました。エアロハンドル持ってる人はバーテープ大抵ここまでしか巻かない人も結構いるって聞いてたんですけど、要はハンドルのエアロ形状の性能を生かすためにここまでバーテープは巻かない。ここまでバーテープをカットしてやって、ハンドルを最大限に生かすような仕様に変えていこうかなと。まあ、今こんだけボロボロになるともうもったいないっていう感情がですねないので、早速やっていきたいと思います。では、I'm just an accident waiting.